どうもこの兄弟です。お願いします。弟です。はい、お兄ちゃんです。シャッシャッシャッ、うーえい、お願いします。お願いしますね。そして実の兄弟でこうやって漫才やってまして、そうなんですよね。まあ、信じられないと思うんですけれども、小栗旬です。言ってんだよ、おい。渡辺エンターテインメント、僕が作った会社。違いますよ。リッチマップアームの小栗旬やんないで。よかったら覚えてください。お願いしますね。あのお兄ちゃん、突然なんだけども、なんでしょう。めちゃくちゃ腹立つことがあって、ね、おー、腹立つこと。この間ハンバーガー屋さん行ったの。はいはい。でね、僕ピクルス大嫌いでしょ。あー、嫌いだね。もちろんこれピクルス抜きでって言ってたのに、これ家に帰ってハンバーガー開けてみたら、ピクルスがこんにちは、こんにちは入ってたってことか。これめっちゃ腹立たない？まあ腹立ちますね。これもう一回同じことあったらクレームもんでしょ。まあクレームかい。せっかくなんでね、うん、今日ここでクレームの練習させてほしい。あー、いいじゃないですか。だから俺めちゃくちゃクレーム言うんで、はい、お兄ちゃんハンバーガーやって。ウィン、すいません。俺ハンバーガーやんの？ハンバーガーが喋った。ハンバーガーじゃねえんだ。で、普通そこ俺店員さんとかじゃないの？まあまあ、今は俺がクレームの練習したいだけだから、お兄ちゃんは何だっていいから。いや、でも俺人間だからさ、ハンバーガーなんてできないし、その大きさも違うから、やり方とか分かんないから。あとで LINE で送って。なんでだよ、直で言わせろよ今よ。まあでもさ、なんだかんだ言ってお兄ちゃんハンバーガーやってくれるよね。やるけど。優しい。なんなのこのやり取り。挟み込むような優しさ。ハンバーガーみたいに言うんじゃねえよ。ちょっとやってもらっていい？分かったよ。ウィン、すいません、これピクルス抜きって言ったのに、ピクルス誰がベーコンレタスバーガーやれっつって。はやんな、ベーコンレタスバーガー。やってねえよ。これレタスはみ出てる。髪の毛だよ。ヘアーだよ。天然パーマメントだよ。ベーコンレタスバーガーにはピクルスが入ってないから、リアリティ。いいよ、そんなもん。これでいいか。完璧だ。完璧なの？ウィン、すいません、これピクルス抜きって言ったのに、ピクルス入ってるんですけど。すいません、そちらのハンバーガー見せていただいてもよろしいですか？うわ、だいぶ古いハンバーガーですね。カビが生えてる。ヒゲだよ。ヒゲだろうが。ハンバーガーが喋んだ。ハンバーガー喋んねんだよ。俺ハンバーガーお化けか。え、ピンとこいや。出ないんだ、そんなもん。いや、もっと腹立つことこの間あったんですよ。知らねえよ。この間ドライヤー買ったら2日で壊れたんですよ。わかんないっすよ。めっちゃ腹立たないっすか？絶対ドライヤーなんてやんない。でもこれもクレームもんだなと思ってね。そうです。だから俺めちゃくちゃクレーム言うから、はいはい、お兄ちゃんハンバーガーやって。ハンバーガーハンバーガー、ハンバーガー。なぜだ。あ、俺クレームの電話しながらハンバーガー食いてる。なんでお前に食われなきゃいけねえんだよ。やだよ。だとしたらドライヤーやらせろよ。なんで俺自分でドライヤーやりたかったの。やりたいの。おかしいな、これ。本当はお兄ちゃんドライヤーやりたくないんだよ。お客さんから本当はドライヤーがやりたいみたいなんだよ。お前人を動かす天才かよ。じゃあお兄ちゃんドライヤーやってもらっていい？どうやってやったらいいの。それもお兄ちゃんなりのドライヤーを見せてくれればいい。あの、もしもし。日本製だよ。日本製だよ。日本製やってるつもりなんだよ。やってないじゃん。はお兄ちゃんがやってたのは平泉製。平泉製のモノマネみたいに言うなよ。そんな言い方してない。何事件じゃん。喋っちゃってんじゃん。なってたから。かリアリティ。すいません、もしもし。あのね、これもう接続も悪いですけど、何よりもあの風がめちゃくちゃ臭いんです。息臭いみたいに言うな。ドライヤーが喋んねえんだよ。ドライヤーおまけ。ドライヤーおまけ蒸し返してくんなよ。出てくるやつ。俺もじゃあお前にやってほしいことあるわ。オグリシュン。オグリシュン。違う違う違うよ。オグリ帰れ。何やってほしいの。クレーム言いてんだよ。クレームお兄ちゃんもいたいの。この間ね、あの普通に喫茶で行ったんだ。喫茶で行った。トイレ詰まってた。マジ。これクレームなの。お前ちょっと詰まったトイレやれよ。オッケー、今度やる。俺この間から。今やんの。そうだよ。無理だろ今は。なんでだよ。あ、音とかも聞いてないですし。大体わかんだろ。どんな音なの。いや、形も聞いてないし、和式なのか洋式なのか。洋式だよ。こんな大きい洋式があるんですか。あ、これぐらいの。あ、それぐらいで。どんな音。じゃあ俺ちゃんと覚えたいから。どんな感じなの。本当にそれ、それちゃんとやってんのか。OK、それやる。やっちゃったよ。やっちゃった。俺がお前人を動かす天才かよ。天才だ。小栗旬いいよ。いい加減にしろ。どうも、お疲れ様でした。